大津鉱山とは、秋田県大館市にあった鉱山である。ほぼ、金を算出したため大津金山とも言われている。場所は、秋田県道22号比内大坑数の線沿いに、大津温泉を経て、3キロメートルで、鉱山事務所跡に達する。現在は、この精錬所跡地に氷柱が見られる。この付近一帯が、鉱山地帯であった。主鉱賞は、 精錬所跡の東2キロメートルの牧山峠北部にあった。また、古くから峠を越えての数の南部半地方との交流も盛んで、一本栗峠や牧山峠があった。伝説によれば、発見は708年であるとされる。東大寺仏像中像に献金したり、金閣寺造営にも献金したと言われる。 大久屈金山の代々の支配人だった荒谷家の文書によると、大屈鉱山は1521年頃に、鍵がかり沢の中の立ち見沢で発見されたという。天文年間に、浅利越後が、右市町沢で採掘を行い大繁盛し、越後県にと称したとされる。また、天正年間には、秋田城之助が採掘を行ったとされている。1602年に、 佐竹氏が秋田に天保された後は、藩の不協策によって、金山の経営が推進され、久保田藩最大の金山となった。天保初期には、南部藩との境界争いが発生する。これは、鉱木や新炭材の切り出し用の山林の場所を争ったものであった。それ以降、上重氏、加藤氏、荒谷氏、高田氏、白崎氏、 村石などの民間人と久保田藩によって経営が行われた。ある時期は藩の名を山となり、北秋田一帯の鉱山を支配したり、ある時期は兄鉱山の資産の扱いを受けたりした。1615年には家屋が154個あったとされる。米の消費量から1000人程度が生活していたとされる。金生産量には清水があり、 生産量が高かったのは1825年から1838年で年間の配布基金1 9ラムから2 6ラムの生産量であった。1837年は最高の生産量で4 4ラムの金を生産した。この頃は佐渡金山と並ぶ金山として知られていたという。1869年に秋田戦争で南部半軍の進行路となり、 大久津鉱山も諸施設に火をつけられる被害を受けた。その被害の写真も残されており、大久津金山ふるさと館に展示されている。1870年には秋田藩の経営になった。1873年から1877年には工部省の直轄となり、外国人技師3人が派遣され、大屈鉱山製錬所が建設された。1877年に、 大津金山と解消し、小坂鉱山分局の所轄となり、同年に南部都市里に対応された。1879年には、おさ、沢鉱山と同様に、工業会社経営者の岡田平馬に払い下げられた。1887年から三菱へ経営が移り、生産が盛んになった。1909年に一時休山となった。1929年には金だけでなく、 銀や銅を含む鉱石を算出した。1933年にはメタンガス噴出事故で交付4名が死亡する。1941年には70個と記録されている。第二次世界大戦以後は、オサ・サワ鉱山の資産として27名で銅を算出した。1972年にはオサ・サワ鉱山から独立して大手開発として創業したが、 1975年12月に閉山となった。1998年には、大久津温泉被内紅山層の近くに、大久津金山ふるさと館が開館し、金山の資料を一般公開している。荒屋家初代、荒屋八郎右衛門は、野戸正美の乱から逃れ金山沢の鍵がかり沢に来たとされ、1675年に金山集落に転居した。 1761年に九代目の中江門の時に縦脇御免と金山の経営を任されたとされる。1772年江戸時代の鉱山技師でもあった平賀玄内と吉田里平が荒谷中江門の案内で大屈鉱山を巡る算した。1803年江戸時代の気候家である菅山澄は5月4日に大屈金山を支配する荒谷富くんのもとに宿を借りた。 翌5日、マスミは、荒谷の案内で鉱山を見学した。1873年には、桂太郎と伊藤博文も、荒谷家に滞在し、鉱山を見学した。荒谷家による大屈鉱山の経営は、1869年の15代、桂ツ基地まで続いた。荒谷桂ツ基地は後に、県会議員や同議長、衆議院議員を務めた。大屈鉱山清涼所は、 かつての鉱山の象徴であった。大津鉱山精錬所跡には、史跡標柱が建てられている。未だに、鉱石の残滓が堆積している。また、500メートル西には、金山墓地がある。破壊指数は320基、面積は2000平方メートルの特徴は、一般墓地には見られない、鉱山社会特有の有庫の破壊指が数多くある、ことである。有効制度は、 甲府の間に組織された自衛的相互扶助制度で、作業技術の指導や生活上の相互扶助を行ったもので、祐子の墓石には、親分、子分、射程などと書かれている。菅ますみは、すすきのいでゆにおいて、鉱山労働者は、男は若くして死ぬ者が多い、女は一生のうち7から8人の夫を持つ者が多いと、涙ながらに語ったと記述している。 1826年には、大桂山の患者を範囲が付き添い、江戸医学館で診察を受けさせた。その容題書には、当時の大久ず鉱山では、覆面をあつらえ、竹筒に水を入れ時々口をすすがせ、校内に入っている時間を決め、緩やかに掘るように仕向けたと記述されている。ありがとうございます。